いいよはい、こんにちは、ヤストレです。今日は、肩こりと同じぐらいのレベルで、お悩みが多い、腰痛ですね、腰痛に、効くストレッチを、教えていきます。それではやっていきましょう。ではヨガマットにまず仰向けで横になってください。仰向けで横になります。はい、右膝をまず、90度に曲げてあげてください。はい、この時に右手は真横に向けましょう。手のひら上に向けておいた方がいいです。はい、左手で太ももの外側をしっかり深く掴む、浅く掴むではなくてしっかり深く掴んだら、このまま右の肩甲骨、肩が床から離れないように左手で、足を引っ張って体をねじっていきます。で、顔の向きと目線は右手の手のひらを覗き込むような感じで、肩が離れないようにねじってねじっていきましょう。しっかり深く呼吸を、続けてください。はい、片方やったら反対側も、掴んでいただいてやっていきます。はい、反動つけないように、呼吸をしっかり深く、保ちながらやっていきましょう。ではカウントしていきます。はい、もう一回右膝立てて、左手で外側つかみ、右手は真横、目線と顔の向きは右に向けて、手のひらを覗き込むような感じで、はい、反動をつけないようにゆっくり左手で足を外側に引っ張っていきます。はい、カウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、ゆっくり戻しましょう。ゆっくり戻す。はい、反対側です。左の膝を立てて、はい、右手外側、肩甲骨肩離れないように、はい、右手で引っ張っていきましょう。顔は左手、のひらを覗き込むような感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9。ゆっくり戻す、ゆっくり戻す。手のひら離して足を伸ばしましょう。以上が、腰痛防止のストレッチになります。再度、言いますが、絶対呼吸止めないこと、あとは、反動つけないこと、これをしっかり、守っていただいて、綺麗なフォームを、保つことによってさらにストレッチの効きが良くなりますから、しっかり頑張っていってください。気に入っていただけた方はぜひともヤストレのチャンネル登録といいねをお願いします。I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see you.